それでは今日の線形代数2の授業を始めたいと思います。で、前回は教科書のセクトン 6.8 の軽量ベクトル空間について説明しました。で、主にその内積が定義されたベクトル空間というのを扱いまして、そこでまずベクトルの内積を定義しまして、で、軽量ベクトル空間の定義を行いました。で、それからあとベクトルのノルムを定義して、あと三角等式を示したりしております。で、あと後半ではその正規直行規定という概念について述べまして、このベクトル空間の規定からその正規直行規定を構成するグラムシュミットの直行化法について説明をしました。で、今回の内容なんですが、まず今日はですね、その固有値と固有ベクトルという話に入るんですけれども、その前に前回の授業の補足をいくつか行いたいと思います。で、一つはその線形写像の表現行列を規定の変換に関する話、もう一つはそのグラムシュミットの正規直行化の中で補足を行います。で、そのうち今日は教科書の第7章の固有値と固有ベクトルの話に進みたいと思います。で、まず前回の補足なんですが、1点目はその線形写像のですね、規定の変換に関する話で、実は昨日や前回ですね、前回のこの規定の変換と線形写像の表現行列の関係について最後にこういうスライドをお見せしたと思うんですけれども、これを見た人からです、ある人からですね、質問がありました。で、質問の内容は、ここのですね、このベクトル空間 U の、規定ですね、U1 から UN っていう規定からその U1' から UN' っていうこのダッシュのついた規定へ変換する変換行列のことを P というふうに呼んでいたというのはちょっと思い出してもらいたいんですけれども、で、この P 行列 P に関する質問でして、実はこの P というのはもともとそのダッシュのついてない規定からダッシュのついた規定への変換を行う行列を表すというふうに説明したんですけれども、この図の中ではですね、この P の矢印がこのダッシュのついた規定の表現からダッシュのつかない規定の表現になっていると。で、矢印が逆じゃないか、これはどういう意味なんだっていう質問がありました。で、そこで、一応今回ですね、ちょっと時間とって、僕はこのようにですね、矢印を書いた意味を少し補足したいと思います。で、まずこれ例題を使いながら説明したいと思うんですけれども、最近ここ何回かの授業で使っている例題を使いましょう。で、ベクトル空間 U として3次以下の一変数多項式全体、それから V として2次以下の一変数多項式全体として、F をこの U から V への線形写像というふうにします。これは微分ですね。この微分多項式の微分をやるような線形写像とします。で、今着目しているのはそのベクトル空間 U の方ですから、この U の2種類の規定を取ることにしましょう。で、1つ目の規定は括弧1になりますようにダッシュのついてない方の規定ですね。U1 を1、U2 を X、U3 を X2 乗、U4 を X3 乗とします。で、一方で、ダッシュのついた規定はこのように定めるんですけれども、U1 ダッシュが1で、U2 ダッシュが1プラス X、U3 ダッシュが1プラス X2 乗、U4 ダッシュが1プラス X3 乗という形でしましょう。こういう例題を考えます。で、そこで、まずはその、これまで説明しましたその規定の変換行列を計算しています。で、これは前回か前々回ですかね、前々回のレポート課題にも出しましたので、ちょっと思い出してもらいたいんですけれども、ここでいう P というのはこのダッシュのつかない規定からダッシュのついた規定への変換行列という位置づけで計算をします。で、その P はどういうふうな性質を満たすかというと、この2行目の式にありますように、この U1 ダッシュ、U2 ダッシュ、U3 ダッシュ、U4 ダッシュっていうのをベクトルを並べた行列が、こちらにありますように、そのダッシュのついていない規定を並べた行列に右側から P をかけて、くった形でこう変換すると。そういう趣旨でこの P というのを定めておりました。で、具体的にじゃあこの P をどうやって求めるかというと、やることはそのダッシュのついた規定をですね、ダッシュのつかない規定の線形結合で表してみましょうってことですね。そうしますと、ここの3行目以降にありますように、この U1 ダッシュ、U2 ダッシュ、U3 ダッシュ、U4 ダッシュというのがこういう規定になってますから、
この他種のつかない規定を使うと、まあ、こういう形の線形結合が得られると。でそれをちょうどその、こう規定を並べたベクトルとですね行列をにこの行列 P をかけて、まあ、ダッシュのついた規定に等しくなるような形でこう行列をこの関係式をですね行列の形で表しますと、でこのようにして規定の変換行列 P が得られるという話をやりました。ここまでいいでしょうか。でよいしょ。でじゃあこれに従ってその P を使ってですねその規定の変換行列を使ったときに、今今度問題にしたいのはそのある、ベクトル空間 U の規定、あ、 U の弦ですね X というのがあったとします。これは多項式ですね。今考えているベクトル空間からしますと、でこの多項式 X っていうのが、今ですねここにありますように 3X3 乗プラス 2X プラス2という形で与えられているとしましょう。で、これをですねこれについてその規定の変換行列 P がどのように使えるかっていうのをこれから説明するんですけれども、ここではこの多項式 X ですね、これをそのダッシュをついた規定を使ってこう表しています。でダッシュのついた規定を使って表す と、こんなふうにですねダッシュのついた規定は1とか1プラス X とか1プラス X3 乗っていう形の規定ですから、これの線形結合をうまく取ってですね、で左側にあるような左辺にあるような多項式にすればよいということで、これをですねこの多項式 X をダッシュをついた規定を使って表すとこういう形の線形結合になるんですね。まずここまでいいですかね。こういう形の線形結合になります。で、じゃあこれをですね実はダッシュのつかない規定を使って表すにはどうすればいいかっていうことを見てみましょう。今表したようにその多項式、まあ、X っていうベクトルで表したこの多項式がこのダッシュを使った規定とあとその線形結合の係数ですね、T がついてるのはこれ列ベクトルで縦になってるのに注意してください。でそれの、まあ、掛け算として表されていたんですけれども、このもともとその規定の変換行列 P というのはですねこのダッシュのついた規定をダッシュのつかない規定で置き換えるというそういう役割を持っています。ですのでこの U1 ダッシュ U2 ダッシュ U3 ダッシュ U4 ダッシュって並べたものはですね実はこのダッシュをつかない規定を並べて右側から P をかけたベクトルですね、これと置き換えることができるわけです。そうするとこれを実際に計算しますとここにありますように P にそのこのダッシュのついた規定を使った時の線形結合の係数をかけたものが実はここにありますようにこうやって実際に計算するんですね。このマイナス3230っていうベクトルに P を左側からかけると出てくるものは2230っていうベクトルなんですけれども、これは何を意味しているかっていうと実はこの2230っていうのはこの先ほどのこのベクトル X をですねこのダッシュをつかない規定で表した時のこの線形結合の係数を表すわけなんですね。ですのでこのだから P の役割っていうのを実際にはそのダッシュのついた規定でベクトルを表す時に使った係数をですねダッシュのつかない規定でこうベクトルを表した時の線形結合の係数にこう移すという役割を持っています。で、まあここに書きましたね、そういうことなんですね。で、ですので、その、まあ、規定の変換行列っていうふうに説明したときには、その、なんだ、ダッシュのつかない規定をダッシュのついた規定に、まあ、変換するっていう、その、まあ、役割だという説明だったんですけれども、その、実際に、その、P の使われ方っていうのが、その逆の使われ方をするんですね。そのダッシュがついた規定ので表したベクトルをダッシュのつかない規定で表したベクトルに直すと。でその
ここでいう規定の変換行列はですね、言い換えてみると、その結局そのこのダッシュのついた規定をダッシュのつかない規定で表すとどうなるかっていうことを計算していたことになるので、そうするとまあこの成分としてはそのダッシュのついた規定をですね、規定に使うその線形結合の係数をダッシュのつかない規定を使って表すということを意味しているわけです。で、前回の授業 その僕のスライドのこの P の矢印の位置はそういう意図でして、ここにありますように、ダッシュのついた規定で、まあ、こういう形でこうベクトルを表して、線形結合の係数を使ってベクトルを表していたものを、P をかけることによって、ダッシュのつかない規定でのその線形結合の表現に直せるという意図で説明しておりました。ということで、まあ、特に質問された人が少し理解が深まるといいかと思うんですけれども、またこの後ですね、またレポート課題の時間などもありますので、分からないことがあったら随時聞いてほしいと思います。何かここで質問などありますでしょうか。はい、じゃあ次へ行きまして、次はグラムチュミットの直行化の、説明をしたときに、ちょっと間違いというか、ちょっと書き方がうまくないなという部分がありまして、TA の人から指摘がありまして、ね、少し直してみました。でこれはグラムシュミットの直行化法のアイデアを説明した時の図なんですけれども、この、まあ、E1 というベクトルを最初に定めた時に、この V2 ですね、この2個目の規定の V2 からその E1 の成分を引きますというところを説明したスライドなんですが、ここの式でですね、V2 と E1 の内積は、こういった形で、V2 の長さと E1 の長さにこの V2 と E1 のなす角のコサインシータをかけたものに等しくなると言っておりました。で一方で ここですね、この E1 をその E1 の E1 と その自分自身の内積で割ったところが長さ1方向 E1 のベクトルって書いたんですけれども、まあ、よく考えてみると、この E1 と E1 の内積っていうのは E1 の長さの2乗ですから、だからこれはちょっと正しくないわけですね。でこの部分ちょっともう一回書き直すとですね、こんなふうになりまして、まずこの部分が E1 と E1 の内積だったところが、まあ、E1 のノルムの2乗になります。ちょっと多分今日皆さんに配った資料も、一部誤りがあったので、ここがまず2乗になるので直しておいてください。でそうしますと、これでその左側にある E1 のノルムをここの分母の E1 のノルムで1個割ることができるんですね。そうしますとこういう表現になります。で結局ここの青いベクトルっていうのは長さが V2 の長さのコサインを引いた場合 で向きがこの E1 方向ですね。でここでこれが正しい長さが1で方向 E1 のベクトルとなっております。ですので、まあ、こういった形でその青い矢印のベクトルを表現できるということですので、まあ、一部訂正がありましたので直しておいてください。ここまで何か質問ありますか？大丈夫ですか？はい。じゃあまた何か後であったらまた何かあったら質問してください。